JRA 日本中央競馬会ではサラブレッド生産や育成技術の向上、また感染症をはじめとする病気や運動生理学に関する基礎研究など、競走馬を用いてさまざまな研究に取り組んでいます。この番組ではサラブレッド生産や育成に携わる多くの方々に活用していただくため、 JRA がまとめた研究成果をお伝えいたします。馬学講座ホースアカデミー。 JRA 日高育成牧場の遠藤です。今回は2年の滞在で私が研修してきたアメリカケンタッキーの馬さんについてご紹介いたします。よろしくお願いします。本題に入る前に、まずアメリカの競馬について簡単にご説明します。ヨーロッパの競馬が王侯貴族のスポーツ、すなわちスポーツオブキングスとして発展してきたのに対し、アメリカの競馬は庶民のエンターテインメントの一つ、キングオブスポーツとして発達してきました。観客がスタンドからレースの全周が見えるように、どの競馬場も一周約1600メートルの小回りになっています。またヒーローが大好きな国民性から、強い馬がいつも実力通りに勝てるように、芝よりも馬場の変動が少ないダートがメイントラックとなっています。レースは人の陸上選手と同じく左回りで行われます。サラブレッドが生まれてから出走するまでの流れですが、生産牧場で1歳の夏まで過ごし、ブレーキングが行われる1歳の秋から育成牧場に移って調教される点は日本と同じです。異なるのは、競走馬としてデビューした後、日本では美保もしくは立東トレーニングセンターで調教され、レースのある週末のみ競馬場に行くのに対し、アメリカではレースが開催される競馬場で調教が行われている点です。函館や札幌開催時の滞在競馬もしくは地方競馬と同じ状況になります。アメリカでは毎年約2万頭のサラブレッドが生産されていますが、中でもケンタッキー州は最大の馬産地であり、約1万2000頭が生産されています。これは日本全体の生産頭数の約2倍にもなります。では広いアメリカの中でも、なぜケンタッキー州が馬産に適しているとされ、サラブレッドの生産が盛んに行われているのでしょうか。まず一つ目として、この地にはライムストーンと呼ばれる石灰岩の地層が存在し、土壌中にカルシウム分が供給され、牧草中のミネラル分が豊富になり、馬の骨が丈夫になることが挙げられます。また2つ目として、ケンタッキーブルーグラスという馬の放牧地に適した牧草が自生していたことも挙げられます。さらに3つ目として、夏は暑くなりすぎず冬は寒くなりすぎない馬に適した気候が挙げられます。ケンタッキー州の牧場地帯の中心であるレキシントンは、日本でいうと新潟市と同じ緯度にあります。最後に4つ目として、東海岸に位置していることが挙げられます。アメリカ東海岸にはニューヨークなどの大都市があり、経済の中心となっていることから馬主が集まりやすいという利点があります。馬産全体の違いについて説明します。日本の生産牧場では、牧場が繁殖牝馬を所有する自己所有馬の割合が多いのに対し、アメリカでは馬主が生産牧場に預託料を支払って繁殖牝馬を預ける預託馬の割合が多いです。私が研修したダービーダンファームでは、約8割の馬が預託馬で、自己所有馬は2割しかいませんでした。また日本の生産牧場には再装置を有し、
そこで作った自家製の乾燥を馬の食用に使用していますが、アメリカでは再装置がなく、牧場の土地を目いっぱい使って広い放牧地として利用し、そこで作られた乾燥は食用としては使用せず、飼料として使用し、罰款代を節約していました。自家製の一番乾燥を取った後、馬を放牧し、その後は掃除狩りで維持するという装置管理を行っていました。なお、放牧地にはペレニアルライグラス、ケンタッキーブルーグラス、オーチャードグラスがミックスされた種を春と秋の2回まいていました。さらに日本ではシュボバはスタリオンステーションとして独立した種馬場で形容されているのに対し、アメリカでは大手の生産牧場の中にシュボバ厩舎および種付け場が作られており、シュボバはそこで形容されていました。また日本の牧場の従業員はほとんどが日本人ですが、アメリカではヒスパニックと呼ばれる中南米からの移民がほとんどでした。そのためほとんどのマネージャーが英語だけでなくスペイン語を話せました。では繁殖牝馬の使用管理の違いについて説明します。まず分娩前の管理についてですが、日本では分娩前にウォーキングマシンもしくは引き馬による運動を課す牧場が多いのに対し、アメリカではそのような特別な運動を課していませんでした。また近年日本では分娩時に子馬を引っ張らない自然分娩が普及しつつありますが、アメリカでは子馬を引っ張り、かつ母馬に鎮痛剤を投与するなど、積極的な分娩介助がなされていました。人の医療で出産する際に無痛分娩が普及していることが背景にあるのではないかと考えられました。種付けの際には、日本では牧場のスタッフが親子両方をパウン車に乗せて種馬場まで連れていくのが一般的ですが、アメリカでは牧場のスタッフは立ち会わず、輸送業者が種馬場まで母馬を連れていく、その際、子馬は馬房内に置いていくというスタイルが普及していました。その他、日本ではエコー検査で子宮内に空気が認められた場合など、必要な馬のみ陰部縫合、いわゆるキャスリックが行われていますが、アメリカでは伝統的に牝馬全頭に対し陰部縫合が行われていました。繁殖牝馬の管理について個別に説明していきます。まず、分娩前の放牧については、空胎馬は基本的に24時間放牧されていました。感染症予防のため、空胎馬は妊娠馬から隔離され、本場から離れた分場で管理されていました。妊娠馬については、分娩予定日まで1ヶ月以上間隔がある馬については24時間放牧され、放牧地で買い付けがなされていました。分娩予定日まで1ヶ月未満になると、分娩厩舎付近に集められ、1日8時間程度の昼放牧に切り替えられていました。放牧地で分娩してしまうこともあるため、30分ごとにスタッフが見回り、分娩監視をしていました。また、温暖なケンタッキーといえども、12月から2月までは寒さで放牧地の牧草が伸びなくなるため、倉庫を使用し、放牧地内に乾燥が置かれていました。乾燥はルーサン、もしくはルーサンとオーチャードのミックスが使われていました。分娩前に繁殖牝馬が放牧地内をどのくらい運動しているか、GPS 装置を使って調査してみました。その結果、24時間放牧の群では移動距離が1日 7.6km 程度であったのに対し、昼放牧群では 2.4km 程度まで移動距離が減少しました。参考までに JRA 日高育成牧場では昼放牧地の移動距離は 2.5km 程度とケンタッキーと同等ですが、ウォーキングマシンを使用した運動でさらに 2.5km 程度波足しているため、合計では 5.0km 程度歩いているという計算になります。
後ほど詳しく述べますが、アメリカでは分娩時に積極的に介助するため、分娩前に運動を付加して筋肉を維持しておくという考えには至らないのかもしれません。反対に JRA 日高育成牧場では、分娩時になるべく人が介助しない自然分娩を推奨しているため、運動を付加して分娩時に必要な筋肉を維持しています。繁殖牝馬の飼馬はタンパク質が 14% の大粒のペレットが使用されていました。詳しい成分についてはスライドに示した通りです。朝と夕方の1日2回4ポンド、約 1.8kg このペレットを与えるのが基本で、繁殖牝馬のボディコンディションスコアに応じて量を増減させていました。分娩後の3日間はふすま、スイートフィード、保温油を混ぜてお湯でふやかしたブランマッシュを与えていました。分娩時の流れです。一つ目に、破水したら5メートル ×5 メートル程度の分娩用の広い馬房に繁殖牝馬を移します。二つ目に、産道内に手を入れて胎児の姿勢を確認します。三つ目に、母馬の生き身に合わせて子馬を牽引します。四つ目に、子馬が便出された後、鰓体をクリップで止血し、クロルヘキシジンなどで消毒します。5つ目に、母馬の乳汁を絞り、ブリックス値をチェックします。この時、ブリックス値が20より低ければ、冷凍保存してあるストック初乳を子馬に与えます。6つ目に、子馬に灌腸をします。7つ目に、母馬に鎮痛剤であるバナミンのペースト製剤を投与し、後産を紐で縛ります。それでは実際の分娩の様子を動画でご覧いただきます。まず、破水したら分娩用の広い馬房に繁殖牝馬を移します。次に、産道内に手を入れて胎児の姿勢を確認します。母馬の生き身に合わせて子馬を牽引します。この時、頭、左前肢、右前肢を各1名、計3名で引っ張ります。子馬が便出された後、鰓体をクリップで止血し、クロルヘキシジンなどで消毒します。母馬の乳汁を絞り、ブリックス値をチェックします。この時、ブリックス値が20より低ければ、冷凍保存してあるストック初乳を子馬に与えます。続いて、子馬に灌腸をします。また母馬に鎮痛剤であるバナミンのペースト製剤を投与し、後産を紐で縛ります。最後に、子馬の起立および哺乳を解除します。
I swear at least didn't take nothing to get on the phone and they turned the microwave on. As soon as they hear that thing. I'm coming. アメリカではどこの牧場でも分娩時に積極的な介助がなされていました。この背景には人の女性に無痛分娩が普及しており、産休が短くすぐに仕事復帰するという習慣が影響していると考えられました。すなわち馬もなるべくお産を軽くして早く次の妊娠に備えるという考え方がなされていました。これは現在 JRA が推奨しているなるべく分娩介助しない自然分娩とは異なる考え方でした。デメリットとして子宮など産道の損傷、子馬の肋骨骨折、育児拒否などが挙げられ、特に子馬の肋骨骨折は多い印象を受けました。次に交配について説明します。交配適期の判断は獣医師が牧場に往診に来て馬房で直腸検査をはじめとする検査が実施されていました。観察する項目は日本と同じくエコー検査で卵胞の大きさと成長度合いおよび子宮の浮腫を確認し、膣検査で子宮外交の軟化を確認していました。そして交配の24時間前に排卵誘発剤のデスロレリンを投与し種付けに向かっていました。種付けは子馬を馬房内に置いて母馬のみ馬運車に乗せ種馬場に連れていくというスタイルでした。この際牧場のスタッフは種付けには立ち会わず、輸送業者が母馬を預かって連れていくのが一般的でした。この方法で必ず注意しなくてはならないのが、気球時に興奮した母馬が子馬を蹴ってしまうことがあるため、最初の授乳までは母馬を補定するということです。なお、ケンタッキーには牧場が密集しており、どの種馬場に行くにも母馬が出発してから気球するまで 1.5 から2時間で戻ってこれる環境でした。繁殖牝馬の不受胎の原因になる子宮内膜炎については、すべての症例で子宮スワブ検査が行われ、その結果に基づいた治療が行われていました。右のグラフは、ハグヤードという病院での検査で検出された細菌ですが、日本と同じく連鎖球菌及び大腸菌が多いという結果でした。陰部縫合、いわゆるキャスリックは子宮内に空気が入るのを防ぎ、受胎率を向上させる手技の一つですが、オーナーがアメリカ人の牧場では基本的に繁殖牝馬全頭に対して実施されていました。一方、オーナーがアメリカ人以外の牧場では日本と同様必要な馬のみに実施されていました。分娩後および種付け後に獣医師が縫合し、分娩前および種付け前にマネージャーが切開していました。妊娠鑑定は交配14日後、28日後、60日後に行われ、さらに分娩予定日の1ヶ月前にも検査されていました。交配14日後の検査では早胎が確認され、認められれば破砕が行われていました。交配24日後の検査では早期胚死滅がないか確認されていました。また14日後および28日後の検査時にはエコー検査と合わせて採血が行われ、血中のプロジェステロン濃度 P4 レベルが測定されていました。その結果、4ナノグラムパーミリリットル以下であればプロジェステロン製剤のレグメイトの投与が分娩1ヶ月前まで続けられていました。分娩60日後の検査では胎児の雌雄鑑別が行われていました。
分娩予定日の1ヶ月前にもエコー検査が行われ、胎盤炎の兆候がないか確認されていました。続いては搭載馬の使用管理の違いについてお話しします。アメリカでは免疫を高めるため子馬に血漿製剤を牧場によっては全頭に対し投与していました。この血漿製剤は日本では市販されていないものです。また日本の日高地方では特に1、2月は寒いので子馬に馬服を着せるのが一般的で、牧場によってはインドアパドックが利用されていますが、ケンタッキーでは暖かいので子馬に馬服を着せる必要がありませんでした。同様の理由で日本では2ヶ月齢前後まで大きくなってから親子での昼夜放牧が開始されるのが一般的ですが、ケンタッキーでは2週齢前後から早くも昼夜放牧が開始されていました。また親子を1人で引く方法が日本とアメリカでは異なり、日本では人が真ん中になり子馬が右、母馬が左という引き方が一般的ですが、アメリカでは人が一番左に位置し子馬が真ん中、母馬が右という引き方をしていました。分娩翌朝に子馬は必ずベビーチェックと呼ばれる獣医師による各種検査を受けていました。内容は肋骨骨折、眼瞼内反、横断などの確認です。さらに子馬から採血し血清中の IgG 量を測定することで移行免疫不全のチェックを行っていました。その後牧場によっては IgG の数値にかかわらず子馬全頭に血漿製剤を投与していました。これはロドコッカスなど子馬が感染しやすい病原体に対する抗体価が高められた製品で、日本では市販されていません。ケンタッキーは日高と比べて温暖で病原体の活性が高いせいか子馬の感染症が多い印象でした。その予防手段の一つとして血漿製剤の投与が普及していました。子馬の感染症の中でも特に多かった印象なのがロドコッカス肺炎です。子馬が発熱した場合には必ず獣医師によるエコー検査が実施され、肺に脳瘍ができていないか確認されていました。また発熱の有無にかかわらず生後6週齢で全頭エコーによる肺のスクリーニング検査を行っている牧場も多くありました。脳瘍が発見された際にはロドコッカス菌による肺炎と診断され、リファンピシンとクラリスロマイシンという抗菌薬の経口投与による治療が行われていました。子馬の放牧については成長の段階に合わせて変更されていました。生後間もない子馬は小さなパドックで5時間程度の昼放牧から始められていました。1週間経った子馬は中ぐらいのパドックで別の親子と2組で昼放牧されていました。そして2週齢で放牧地を変えずにそのまま昼夜放牧が行われていました。その後4週齢で大きな放牧地に集団で昼夜放牧されるという流れでした。温暖な気候を生かし日本より早期に昼夜放牧を開始し、丈夫な体質な馬を作るという考え方がなされていました。子馬の引き方についてです。生まれたばかりの新生子馬は引き手を後ろに回しコークを持ち上げるようにして歩かせていました。一人で親子を引く場合は母馬が右、子馬が真ん中、そして人が左という引き方をしていました。この方法のメリットは右手は母馬を保持しながらになりますが、両手で子馬を扱えるということです。子馬がまだ歩くことに慣れておらず、
止まってしまいがちな時期には重宝するやり方だと思われました。子馬の飼育異常に関しては月1回獣医師が牧場に来場し、子馬全頭の飼育をチェックしていました。そこで必要と判断された子馬に対しては成長板と呼ばれる骨が成長する部分をまたいで螺歯を入れる矯正手術が実施されていました。骨の成長速度から臼切は当歳の3から4ヶ月齢、腕切は1歳の8から10ヶ月齢が手術適期とされていました。手術の4から6週間後に歯軸の矯正度合いを確認してから螺歯が抜去されていました。ケンタッキーの馬産についてまとめます。まず糞便は積極的に解除し、母馬全頭に鎮痛剤を投与するなどお産を軽くして早く次の妊娠に備えるという考え方がなされていました。また獣医学的知識を生かした適切な診断治療が行われていました。早期に昼夜放牧を開始し丈夫な体質な馬を作るという考え方がなされていました。さらに飼育異常は早期発見治療し、将来競走馬となった時の故障を防ぐという措置が行われていました。これらをまとめますと、ケンタッキーでは肥沃な土壌と温暖な気候を生かした合理的な飼養管理がなされていました。以上です。ありがとうございました。